想ゲームの方が、可愛いってやっぱクレアさんかな。クレアさんかな。いいのね。でかっこいいが個人的にちょっとアンジュ先輩、うんうんうん、かっこよくて好きだなって思ってて、で面白いはあの同期の石神のぞみという人間がいるんですけど、うんうん、あいつは面白い女ですと。いいね、同期のことをさ、うん、面白いと誇れるのってなんか幸せだよね。いやでも全員のこと誇れます、うん、嬉しいです。いい、ね、うん、やっぱ歌声が好きっていうか歌うまって思ったのは渡来ひばりくん。わかる、めっちゃうまいっすよね。私さ渡来くんの歌が上手すぎてさ、うん、初配信の時びっくりしちゃって、わかる、なんか間違えてないんだけど、あの普通にディスコとかで送ればいいのにツイッターの DM で、あの歌がうますぎてびっくりしました、なんか主題歌とか歌ってほしいですみたいな感想送っちゃったんだよね、ツイッターからそう、ツイッターからびっくりしたと思うお、ディスコじゃないんだってなったでしょ、ね、そうでもなんかそういうところを気にしなさそうなね、あっけらかんとした感じもやっぱいいですよね。で天然で、まあ、天然なのか分かんないけど、でも倉持メルトってやっぱ面白い女だなと思ってて、うんうんうん、これにあの皆さんぜひ見てください。でまあ、かわいいよね、そうかわかしてる、かわいいんすよ、かわいいけどたまに、うん、なんだお前みたいなことやっぱ言うんでねすごいんですよね、仲良しゆえにね、仲良しゆえにね、そう、うん、あの本当になんだお前って思ってるわけじゃないですよいやいやいや、はい、で尊敬できる人はやっぱあの全人類を尊敬していることで有名なんでね、カブラキロコは、はい、いいね全員ですね、うんうん、まあ、天才はカブラキかな、やっぱやっぱやっぱカブラキかなということで、でまあ、ミステリアスはしーちゃん、あの同期の小清水徹を挙げさせていただきました、うんうん、いいね、はい、でも確かにミステリアス、ミステリアス、休みの日とか何してるんだろうって思って、配信してない時って何してるんだろうってやっぱ思っちゃいますよね、うん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 、